こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。標高1500メートル以上の山岳地帯に、美しい自然の景観が広がる。長野県上高地を知っているだろうか。古くから人々の手によって自然が守られており、年間120万人もの観光客が訪れるぜ。神秘的な湖や山々の美しさは有名だよね。絶対行ってみたいなと思っているよ。雄大な穂高連峰の眺望を間近に望め、観光だけでなくトレッキングから本格登山、また日帰りから宿泊までと様々な滞在スタイルで、自然を満喫することができるぜ。上高地では、大切に保護されてきた貴重な生き物もたくさん見られるそうだよね。ということで、今回は上高地の魅力と歴史、そして天然記念物にも指定されている、最種厳禁な生き物たちを紹介するぜ。それではゆっくりしていってね。その1、上高地とは。上高地は、長野県松本市にある、日本を代表する山岳景勝地だぜ。年間120万人を超える観光客や登山客が、絶景を求めてこの地を訪れる。上高地エリアに入れるのは、例年4月中旬から11月15日だからね。春のオープン時期は県道の上高地公園線の開通日によって前後するから、訪れる際には公式サイトの確認が必須だよね。そんな上高地は、12000年前に焼け岳、火山群白谷山火山の噴火でできたということは知っているだろうか。え？火山の噴火でできた場所なの？噴火によって巨大な咳止めこの湖底に堆積物が積み重なり、埋め立てたことで、この平坦な地形は出来上がったんだぜ。こうした上高地の平坦さと、背後にそびえる山との対照が、上高地の魅力の大きな要素とも言えるだろう。上高地のランドマーク的存在になっているかっぱ橋からの絶景も素敵なんだそうだね。また、あずさ川を上流にたどれば、長ヶ岳、常念岳、槍ヶ岳なども眺望できる。森林限界を超えるこうした高山の峰々とあずさ川清流の広々とした箇所のコントラストが、上高地の人気の秘訣でもあるな。上高地の名の由来は知ってるか？知らないよ。上高地は本来は上高地と書かれていたそうだ。穂高神社の祭神穂高御事が、穂高岳に降臨したことが由来とされていて、上高地明神付近は古くから、上高地、上高地、上高地などとも呼ばれて、神々を祀るにふさわしい神聖な場所とされていたんだ。それが後に現代表現に書き直されて上高地となったそうだ。神の神域が由来だったんだね。その2、上高地の歴史。上高地を有名にした重要な人物にウォルター・ウェストンと上条家紋字がいるぜ。どちらも知らないな。日本にやってきた英国人宣教師、ウォルター・ウェストンは1896年に表した、日本アルプス登山と探検の中で、自らが登った上高地と穂高連峰、槍ヶ岳を広く世界へ称賛したぜ。日本の自然の良さを最初に発見したのは外国人だったんだ。それまで日本人が山に登る目的といえば、信仰や修行のため、あるいは狩猟など生活のためだったぜ。日本人にとっては生活の一部だったからその素晴らしさに気がつかなかったんだね。実は二人の歴史から遡ること64年前、上高地周辺の山に最初に登った人物がいた。槍ヶ岳に登ったと山の僧侶、万有上人だぜ。僧侶ということは山岳信仰のために登山したということだね。この時の登山はいわゆる近代登山とは性格を異にするもので、万有は信者を引き連れ幾度となく槍ヶ岳に登ったと伝わっているぜ。その後登山をレジャーとして広く伝え、上高地を有名にしたウェストンは、日本近代登山の父と呼ばれるようになった。なるほどねー。その際、ウェストンの山行きを案内したのが、地元安住村生まれの漁師、上条家紋字だ。家紋字の名は、ウェストンの著書の中にもミスター家紋字と紹介されている。現地ガイドとして、漁師ならボディーガードにもなるし心強いね。実はウェストンよりも前に上高地を登山目的で登った外国人はいた。イギリスや近畿市のウィリアム・ガウランドだぜ。明治になって近代化を進めるために、明治政府は多くの外国人技師を雇ったんだ。彼もその一人でウェストンと同じく登山が趣味だった。ヨーロッパは登山が人気だったんだね。ガウランドは1877年に槍ヶ岳に登り、その記録を後に雑誌で紹介した。その中でジャパンアルプスという表現を用いたのが、今日の日本アルプスの語源になったぜ。なんで日本なのにアルプスなんて名前をつけたんだろうと不思議に思っていたけど、この名前は外国人が命名したんだね。さらにこの名称を後に広めたのが先ほど紹介したウェストンだ。ちなみに、日本人登山家としては宇野正雄が初めて前穂高岳に、家紋寺と一緒に登ったのが始まりだぜ。
登山は今ではあらゆる世代が楽しむ娯楽だけど、これは外国人によってもたらされたんだね。1916年、後の首相、東国宮殿下が槍ヶ岳に登山するにあたり、島々から特号峠、明神から槍ヶ岳の登山道が整備されたぜ。この頃から徐々に大衆登山へと山は開かれたようだ。それまでは整備もされていなかったから、気軽な観光とはならなかったんだね。現在の上高地は年間120万人もの人々が訪れる山岳景勝地となったが、実際、一般観光客が多くこの地を楽しむようになったのは昭和年代に入ってからだぜ。ということは明治の頃からすでにリゾート観光地だった軽井沢なんかより、歴史は意外に浅いんだね。明治以前、上高地に出入りしていた人々の中には、樹木を伐採する木こりもいたぜ。明治になり、地元の島々に住んでいた上条百次郎は許可を得て夏の間だけ、松本周辺で集めた牛や馬を、特号峠を越えて、上高地で放牧を始めた。これがいわゆる上高地牧場の始まりだぜ。牧場もあるんだ。小梨平、明神、徳沢の3カ所、特に徳沢は徳沢牧場とも呼ばれていて、残雪の山々を背景にした牛や馬の放牧は、古き良き時代の牧歌的な光景の一部として、訪れる登山者に親しまれてきたぜ。徳沢といえば、今では広々としたキャンプ場となっているよね。大正4年6月には焼岳が大爆発を起こし、流れ出た土石流が梓川をせき止め、そこにできた池は大正池と命名され、上高地の風景の一つに加わったぜ。季節や時間によって様々な姿を見せるなんとも幻想的な湖だよね。文豪、芥川龍之介はおそらく多くの日本人が知っていることだろう。彼は実は上高地が好きで、何度となく訪れているんだぜ。文豪もお気に入りの地だったんだ。彼は1927年の3月に上高地、河童橋を題材にした小説、河童を発表している。小説河童の舞台って河童橋だったんだ。上高地にある河童橋はもともとそれほど有名ではなかったが、芥川が本作品を発表した年に自殺をすることで知名度が上がったと言われているぜ。他にも同年、現在の JR である鉄道省が講演し、東京と大阪の新聞社が主催した日本八景の渓谷の部において、上高地が第一に推薦されたり、昭和天皇の実弟秩父宮殿下が、上高地から奥穂高岳に登り有ヶ岳への縦走が行われ、連日新聞の話題となったことでも一気に有名となったぜ。この昭和2年は上高地にとって一大変化となる年となったんだね。その後、国の名勝及び天然記念物に指定され、それまで山小屋や温泉宿もまばらであった上高地に、日本初の本格的な山岳リゾートホテルが開業したぜ。ああ、上高地帝国ホテルだね。一度は泊まってみたい歴史的にも名高い格調あるホテルだよ。釜トンネルを通り大正池まで資材を運び、そこから建築現場まではまだ道路が開通していなかったために、大正池を小舟で運んでホテルを建設したそうだぜ。そんな建設秘話があるんだ。1940年代に入ると山岳ブームはますます加熱し、観光客は増加の一路をたどり、県道は整備されてバスやマイカーの乗り入れも頻繁となっていったぜ。そうすると自然への影響も心配だね。そこで1975年、県道上高地公園線のマイカー規制を開始された。車による排気ガスの影響を最小限に留めることで、多くの動植物の営みや、空気や水の美しさが保たれているぜ。だから自然が多く残っているんだね。不便だなとは思うけど、この手間をかけてやっと保てているんだ。その3、上高地の自然を守るための取り組みとルール。実は、上高地の自然保護意識は、すでに104年前に根付いていたぜ。そのため自然への影響に敏感に反応されたことが、こうした保護にもつながったんだろう。そんな前から保護しなければならない地域だと意識されていたんだね。上高地で最初に自然保護の動きがあったのは、1909年のことだぜ。すでに高山植物の採取を禁止、保護するようになったぜ。大切な品種を守るためには必要だよね。また保護だけではないぜ。上高地バスターミナルと小梨平周辺では、1915年から約10年かけて、カラマツの植栽をしている。ライチョウ、カモシカ、イワナは次々に捕獲が禁止され、天然記念物に指定されたぜ。さらに上高地一帯も天然記念物や国立公園に指定された。こうして国からも守られることになったんだね。また、上高地の地元住民の多くが、1963年から、上高地を美しくする会を発足させ、ゴミのない美しい上高地を目指して、現在もなお、日々道路周辺のゴミ拾い活動が行われているんだ。
地元の人たちが一生懸命守っている自然は、私たち観光客も守っていかないといけないよね。そこで自然の生態系を壊さないよう、上高地5つのルールとして制定されているぜ。上高地5つのルール。昆虫や植物などの生き物を捕らない。野生動物に餌を与えない。ゴミはすべて持ち帰る。ペットや外来生物を持ち込まない。歩道を外れて歩かない。どれも当たり前のようにも思うけど、こうしたルールは、一人一人が意識を持って守ることが大切だよね。その4、日本でもケウ、2つの称号を持つ上高地。上高地はその美しい景観から、特別名勝と特別天然記念物。2つの称号を与えられた日本の貴重な宝だぜ。そんなに特別なの？2019年現在、国内では2カ所の、黒部峡谷と上高地のみ認定されているぜ。あまり耳慣れない特別名勝と、特別天然記念物について少し解説しておくぜ。特別名勝とは、日本国が文化財保護法で指定した名勝のうち、特に価値の高いものとして認められたものであり、国宝と同格として承認された地のことだ。ただ見た目が美しいだけではなくて、国宝に値するような地なんだ。名勝地、または景勝地とも呼ばれ、国内には宮城の松島、金沢兼六園、京都の天の橋立など、全36県が指定されているぜ。うわ、どれも日本を代表する超有名観光地だね。特別天然記念物とは、日本にとって価値の高い自然物である。天然記念物の中でも世界的、国家的に貴重なものとして指定されたものだぜ。上高地は天然保護区域とも呼ばれ、黒部渓谷、北海道の大雪山、尾瀬国立公園などと並び、大切に守り続けねばならない4地の一つでもある。そんなに重要な場所でもあるんだね。その他、特別天然記念物もたくさんある。動物ではトキやコウノトリなど21件。植物は屋久島杉原生林など30件。地質鉱物は松本市、白骨温泉の奮闘球など20件あるぜ。これらは国を挙げて保護されている。その後、上高地で何が見られる？有名スポット。上高地には、雄大な山々をはじめ、美しい池や湿原、川の清流など、様々な絶景スポットが存在する。その上、天気や訪れる時間帯によっても、ガラリと表情を変えるため、見飽きることがない。見どころがたくさんありすぎてどんなところがあるのか把握できないよ。そんな初心者のために簡単に各スポットの紹介をしてみよう。先ほどからも名前は挙がっているが、かっぱ橋は上高地のシンボル的存在だぜ。最盛期にはこの周辺は人で賑わうから上高地銀座なんて呼ばれるそうだよ。1891年に初めて橋が架けられ、現在は5代目だぜ。全長37メートル、幅 3.1 メートル、長さ 36.6 メートルの唐松製の橋で、橋の上からは穂高連峰や竹沢、あずさ川、反対側には焼岳を望める、絶好のビューポイントとなっている。本当にカッパがいたの？諸説あるが、昔ここに、カッパが住みそうな深い淵があったからとか、まだ橋のなかった時代、衣類を頭に乗せて、川を渡った人々がカッパに似ていたからだなんて言われているぜ。上高地バスターミナルからのアクセスも良く、橋周辺は土産物店やレストラン、ホテルが並んでいて観光客で賑わっている。上高地の至る所から望められる雄大な山稜が穂高連峰だぜ。確かにこの風景からアルプスを想像するのも無理はないよね。見る角度によって違う一面を見せるので、何度も写真に収めたくなるぜ。日本を代表する岩壁が揃う穂高連峰は、アルピニストの憧れの地と言えるだろう。長野県と岐阜県の県境にある標高2455メートルの焼岳は、今も噴煙をたなびかせる活火山で、岐阜県側では硫黄岳とも呼ばれていた。上高地から日帰りで登れる山として、多くの登山者に親しまれ、日本百名山にも選ばれている。飛騨山脈の中では最も活動の激しい活火山だよね。およそ3万年前から始まったと言われている火山活動は、現在沈静化しているとはいえ、安全に登山を楽しむためには、事前に必ず気象庁の火山情報を確認していってくれ。南峰は登山禁止になっていて、登れるのは北峰のみだが、山頂からは、蛇行するあずさ川の様子や雄大な槍ヶ岳、穂高連峰、笠ヶ岳や乗鞍岳も一望でき、目の前に広がる絶景のパノラマ中を満喫できるぜ。大正池は焼岳と穂高連峰を湖面に美しく映し出す神秘の池だ。
1915年の焼け岳の噴火でデイユーガーズ佐川をせき止めてできたこの池は、訪れる時間によって全く異なる表情を見せることで人々を魅了する。山々を湖面に映す姿とか美しいんだろうね。もちろん日中も良いが、おすすめは早朝と夜だぜ。雨上がりには幻想的な朝もやと、満天の星を楽しめる。上高地に訪れたらぜひ一度は見てほしいスポットだぜ。行ってみたい。大正池は焼け岳の噴火により一夜にして姿を現したと言われているぜ。原生林は水没し、当初は田代橋のあたりまで湖になっていたとも言われている。100年以上経った現在では面積も半分以下にまで小さくなり、立ち枯れの木々もだいぶ減っているんだ。景観が少しずつ変化していくのも時の流れで仕方ないことなんだろうけど、大切に残したい風景だよね。一方で、あずさ川の上流から流れ来る砂礫や、雨が降るたび焼け岳の沢から流れ込む土砂が、毎年大量に堆積している。自然のままにしておけば、いずれ大正池は埋まってしまうことが懸念されているぜ。この素晴らしい景観はぜひ次世代にも継承していきたいよね。その対策にシーズンが終わりに近づいた11月、大正池に流れ込む土砂を取り除く浚渫作業が行われているぜ。大正池から15分ほど歩くと、突然視界が開けて現れる田代湿原が広がるぜ。その木道の分岐から1分ほど歩いたところにある小さな池が田代池だ。清林の中にぽっかりと空いた湿原に広がる池は、幻想的な雰囲気に包まれているぜ。ここも季節によって四季折々の彩りを楽しめるポイントだよね。氷点下になる季節には、無量に包まれた木々が美しい銀世界の輝きを見せる。岳沢湿原は、河童橋を渡りあずさ川の右岸を、明神方面に15分ほど歩くと現れるぜ。原生林に囲まれた小さな湿原だ。清らかな湧水は日が差すほどに青さを増して、息を呑む美しさだ。うっとりー。明神池は針葉樹に囲まれた神秘的な池だぜ。透明感あふれる水面には澄み渡った空が映り、昔は鏡池と呼ばれていたそうだ。明神の一帯は、明神岳をご神体とした穂高神社奥宮の神域で、パワースポットとしても知られているんだよね。明神池は植物や野鳥の種類も多く、ゆっくりと散策を楽しめるスポットだぜ。この他にも上高地にはたくさんの名所があるんだよね。ぜひチェックしてみてくださいね。その6、自然保護区で華麗に舞う森の妖精たち、上高地の蝶。上高地は、四方を穂高連峰、焼け岳、霞沢岳、600山といった、2500から3000メートル級の山々に囲まれているぜ。そして、穂高連峰、槍ヶ岳を源流とするあずさ川の川辺には、化粧柳に代表される柳類、平坦地や緩斜面には春にれ、桂、沢ぐるみなどの湿生林、さらに山腹の急斜面は米津が、頭皮、白びそなどの針葉樹と、多様な森林に覆われているぜ。確か蝶の種類も多いんだよね。1952年、国の特別名勝、特別天然記念物に指定され、天然保護区域として大切に守られている上高地には、長野県に生息する150種ほどの蝶のうち、60種類以上の蝶が確認されている。そんなに？中でも大一文字、蜘蛛松巻蝶、コヒオドシ、高根木まだらせせり、ミヤマシロ蝶などは、長野県指定天然記念物に指定された貴重な蝶だぜ。ミヤマシロ蝶はかつて上高地でも見られた蝶だが、最近はその姿がなく生息が危惧されているぜ。貴重な蝶もいるんだね。上高地には、縦波蝶科の中型の蝶が比較的多く生息している。縦波？静止するときに羽を立てる種類が多いので分類された蝶だぜ。多くの蝶は卵で一等して夏に羽化し7から8月に多く見られるが、成虫で一等する種は、春先からその姿を見ることができる。一口に蝶といってもいろんな種類がいるんだね。では次に、上高地で見ることができる貴重な蝶をいくつか紹介するぜ。蜘蛛松巻蝶は春の光の中をふわふわと舞う。まるで妖精のような蝶だぜ。先端がオレンジ色で可愛らしいね。このオレンジ色はオスの特徴だぜ。幼虫の食草は油中の岩旗竿、梅旗竿などだぜ。アサギマダラは長距離の渡りをする蝶として有名だぜ。内側は白っぽい水色で、黒い死脈がまるでステンドグラスのようだね。5月の連休明けには姿を見せ、7から9月中旬まで見られるぜ。信州では、鶴製の多年草池間を幼虫期に食べているようだぜ。大一文字は羽を広げた大きさが8センチにもなる。人気のある大型の蝶だが、個体数はあまり多くないぜ。
黒褐色の地表には白い斑点が帯状に連なり、小さなオレンジ色の斑点が外側にあるぜ。全体に黒くて大きな蝶だね。幼虫は泥柳を植樹としている。7月中旬から8月初旬頃まで植樹の周りの高いところを優雅に飛んでいるぜ。環境省レッドリスト2020では絶滅危惧類に分類されている貴重な蝶で、また天然記念物にもなっている。見つけたらそっと観察してね。コヒオドシは成虫で一頭するので春早くから見られるぜ。オレンジ色と格子の外側に並んだ青色の斑紋が綺麗だね。幼虫の食草はイラクサで、7月末に浮かし翌年の6月頃まで残る。あずさ川沿いの四つ葉ひよどりなどの花によく集まってくるぜ。高根木まだらせせりは上高地からの登山道途中、沢筋の草原を住処としている高山蝶だぜ。個体数はかなり少なく、運が良くなければ見られない。そう言われると見てみたくなるよね。この高根木まだらせせりは青い色が好きなようだぜ。青いザックやジーンズに泊まったりすることがあるそうだ。ということは青いアイテムを身につけていくと近くで見られる可能性が高まるね。ミヤマシロチョウは昔はコナシダイラのあたりにいたらしいが、現在その姿は見かけないそうだ。幼虫はヒロハヘビノボラズを植樹としているんだが、まだ木は残っている。植樹が残っているということはどこかで生き残っていてほしいね。ミヤマカラスアゲハは春型と夏型があるぜ。上高地では夏7から9月に活発に飛ぶ大型のアゲハ蝶だ。ミヤマカラスアゲハといえばまるで宝石のように美しくて人気の蝶だよね。青、緑、紫など多色に輝くので出会うだけで心躍るものがあるな。ベニヒカゲは上高地から少し奥へ入ったヤリサワロッチくらいから上部に住む高山蝶だ。黒地にオレンジ色の斑紋の模様が入っているね。非常に警戒心が強いので、近づこうとすると敏感に反応してすぐ飛び立ってしまう。8月に入ってから出現する。幼虫の食草はスゲ類だぜ。小紫は真夏に活発に飛ぶ蝶だぜ。河原で水を吸ったりしている時は、羽を開いたり閉じたりして、その角度により明るい紫色が現れたり消えたりするぜ。不思議な美しさがある蝶だね。その紫色を見たいがためにいつまでも観察したくなる魅力を持っているぜ。キベリタテハは一見地味なようだが、羽を開くとベルベットのような光沢があり、えんじ色に黄色の縁取りが鮮やかで、人気の高い蝶だぜ。ヘリが黄色いからキベリなんだね。8月になってから出現し成虫で一頭するんだ。そのため春には色が褪せてヘリの黄色は白くなってしまうぜ。その7、上高地の動物たち、哺乳類。上高地に生息する哺乳動物としては、ニホンカモシカ、ツキノワグマ、アナグマ、ニホンザル、キツネ、タヌキ、ノウサギ、オコジョ、ヤマネ、ニホンリス、ヒメネズミ、ヒミズなどが確認されているぜ。どれも野生で見られるのは貴重だね。これらの中からいくつかを紹介しよう。ニホンカモシカはブナ、ミズナラなどの広葉樹林や根高林に生息している。植物の葉や木の芽、樹皮、果実などを食べる。日本カモシカといえば天然記念物だよね。早春や晩秋に上高地の各所で時々姿を見せるぜ。日本固有の動物で国の特別天然記念物に指定されていて、長野県の県獣でもあるな。日本ザルは上高地で最も多く見かける動物だ。道路や施設付近にも出没し人を恐れない。それはぜひやってみたいな。しかし、人に慣れているからといっても出会った時は近づかない。餌を与えない、目を合わせないの3つを守ってそっと観察してくれ。これが生態系と自分自身を守るルールだぜ。広葉樹林の山林におおむね数十頭の群れを成して生活する中高生で、夜は安全な木の上などで眠る。木の芽や果実の他小動物も食べる雑食性だ。冬もここで過ごすの？寒そう。ニホンザルはもともと猿の仲間の中で最も寒い地域に生息する種だが、中でも上高地のニホンザルは世界最寒地に暮らす集団だぜ。そしたら冬は何を食べているの？厳冬期には水生昆虫や魚類を捕食し、河川に生息する水生生物を餌資源として依存していることが最近の調査で判明したぜ。これは世界初の発見だそうだ。本堂古樹は竹沢、唐沢などの高山付近に多く、岩の隙間などを素早く動き回る。上高地でもキャンプ場や遊歩道を横切ったりするぜ。おこじょといえば真っ白で可愛いんだよね。しかし、夏毛は腹部が白く背中側は茶褐色だぜ。
保護色になっているんだ。冬毛は雪に紛れるよう全身真っ白で尾の先だけが黒く残っているぜ。ネズミやモグラなどの小動物が主食だ。日本リスは朝夕活発に行動し、樹上でも俊敏に移動するぜ。夏毛は赤みを帯びた茶褐色、冬毛は灰褐色になる。リスも可愛いよね。どんぐりなどを好んで食べるが、昆虫や小鳥の卵なども食べる雑食性だぜ。冬眠せず、木の実を地中に蓄え掘り出して食べる習性がある。その8、その他の上高地の生物。上高地には哺乳類以外にもたくさんの生物が生息しているぜ。カエルや山椒魚などの両生類、アオダイショウやシマヘビ、トカゲなどの爬虫類、魚類もいる。その中からあずさ川流域で見ることができるイワナを紹介しよう。イワナは水温15度以下の冷水域に生息し、池を含む上高地あずさ川流域で見られるぜ。塩焼きとか美味しいよね。カモンジが創設した山小屋は現在食堂や宿泊ができるが、ここの名物がイワナの塩焼きだぜ。上高地を訪れたら絶対立ち寄らなきゃ。上高地の在来種は日光イワナと呼ばれるものなんだが、現在は横尾より上流域でしか見られないと言われているぜ。下流域で見られるイワナは放流されたものや、様々な斑紋を持った雑種のものが多いようだぜ。特に清水川ではイチョウバイカモの中を泳ぐ姿が間近に見られる。交雑種が多く、黒っぽい体の背中から側面には、多数の白い小さな斑点など様々な型の斑紋があるぜ。その9、上高地で見つかる外からの侵入者たち。さて、高い山々に囲まれて、他の地域とはかけ離れた場所だった上高地も、今では舗装された道路が通じ、たくさんの人が自動車などでやってくるようになったぜ。そして、人だけでなく、動物や植物も以前は見られなかったものが増えているぜ。いわゆる外来種の生物ということだね。例えば魚はイワナくらいしかいなかったのが、放流により北米生まれのカワマスやブラウントラウト、他にもヤマメ、ニジマスなどが見られるようになったぜ。放流されたんだ。植物にしても外国から入ってきた気化植物の西洋タンポポやヒメジョーン、また人や車がよく通る道路際に生える大箱などが見られるようになった。こうした外からの侵入者たちが繁殖していくと、上高地特有の生態系が変わってしまう心配もあるよね。そのため、先にも紹介した通り、上高地5つのルールは必ず守ってほしいと思うぜ。上高地のホームページにも掲載されているのでしっかり頭に入れてから訪れてくれ。今回の動画は以上だぜ。大自然あふれる日本屈指の山岳リゾート上高地の魅力を紹介してきたぜ。これだけ多くの魅力にあふれているのであれば、毎年訪れるリピーターが多いのも納得だね。それもマナーを大切に守っているからこその大自然だ。これからも日本の宝を守り続けていきたいぜ。訪れるときは必ずルールを守ろうね。この動画が面白いと思ってもらえたらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてもらえるととっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。